トフルのインディペンデントタスクにおける具体例というのは個人の経験でなければならないのですかはい、皆さん、こんにちは。トフル専門試験や英語塾主催しています。試験案、しのです。よろしくお願いします。いつもトフルについて受験生のお役に立つお話をさせていただいております。えー、今回はあのご質問いただいたので、それにお答えする形になります。えー、っとトフルで、ね、スピーキング、まあ、ライティングを主になるかもしれませんが、あのインディペンデントタスク、ねえー、であの、まあ、具体例がないからね、あの個人の経験でも あのまあ、友達の、ね、経験でもいいので、この個人的な経験を書いてくださいというふうに、ね、あの皆さんも言われたことがあるかもしれないですね。あのでね、これをずっと続け,続けて、続けてっていうか、あのいつも、ね、そういうことが起こると、あのちょっとこの具体例っていうのは、その何個人の経験を書くことが、えっと、具体例なのかと、えーね、なんかいう感じになっちゃいますよね。であのそれの、ね、ちょっと答えっていうか、ね、えっと、それを確認をしていくということになりますね。えっと あの具体例とは何なのかっていうねことですよね。個人の when I was a student っていつも書かなきゃいけないのかっていうねことですね。で、まずね、具体例って何なのかっていうことを確認をしていきたいと思いますね。具体例っていうのはね、例えばね、一番、のこの駅は混雑していますっていうふうにね、this station is crowded っていうふうに言ったとえしたらね、この混雑具合を説明するのが具体例じゃないですか。 ね、あのど具体的に言わないとどのような混雑かが分からないわけですよねあの。例えば電車が走ってないようなあの地域の人。 国の人と話をするとき、あるいは、えっと、どうでしょうか、なんかすごいぎゅうぎゅう詰めで、ね、行くようなあの、電車がね、通っているような国に住んでいる人と話をしているときに、同じね、あのえっと、なんかあのクラウディドだと言っても、意味違いますイメージがわからないですよね。だから例えば、この後ろにね、1日でね、150万人の,あの乗客が利用するんですよとか言っちゃう。 あるいは150万人がピンとこないかもしれないとなったらねあの、フィラデルフィアの全人口が1つの駅にやってくるんですよとか、あのそんなことを言う,言うわけですよ。そうしたらこれ、具体的になりますよね。あの混雑が具体的になるということなんですね。でえっと、あるいはね、このテストは難しいですで。このディフィカルトを具体的にしようみたいなことですね。なんで、難しい、難しいでは何回繰り返して言っても分からないわけでしょ。やっぱり具体的に言わなきゃいけない。 となるとまあこれが言語テストだとしたらね、いや、これネイティブスピーカーの友人でも75点だったんですよ。とかね、いや、それはちょっと難しいですね。とかね、いや、これね、なんかね、哲学の本からなんか読ませてるらしいんですよね。とかね、あのいうことを書くわけですよ。あのそうやって具体的にあの言うわけ。だから難しさをこう分割、分解するんですよね。あの難しさっていうのを点数の観点から分,に分解した。難しさっていうのをジャンルからに の観点から説明したっていう感じですよねあのこの混雑も数字使った、ね、数使いましたよね。それからこっちにどっちかというと、なんていうの、比喩的な表現ですよね。フィラデルフィアの全,人全員がね、全員が来るはずないんだけど、まあ、比喩的に言うとねっていう、ね、ことですよね。例え話。ね、<laughs> だからここにあの数字ですよね。数。ねえっと、でこっちにあの、なんていうんだろう例え話ですねこのあのた例え 話これもあのしてあげるといいですね、分かりやすい、まああのえっと、メタファーとかね、そういうことですよね。で、そういうのをね、使っていく、これが具体,で具体的に説明しているということですね。なんでかっていうと、この混雑していますっていうのは、さっき言ったように、相手が誰かによっても全然分からないあの、全然通じてないこともありますよね。で、い,くいつもクラウディとクラウディ言って言ったんでは、どういうレベルのクラウディなのかよく分からないということですね。でこあのトフルの,あのライティングまたはあの スピーキンングももそうででですすけどもう異文化コミュニケーションの、ね、一つでしょ相手が誰かは分かんないいまま書いてるんですねだからもうあの、絶対分かるようにしたいんです。でそのため、やっぱりどう,どうしても必要なのは数字ですよね。数字で言うっていうのは、やっぱりあのこれ、もう人類が基本もう共通して持ってることなので、非常に分かりやすくなると思います。で、そして今回はアメリカ人があの、ね、あの相手に書いてるっていうことも分かってるはずなので、アメリカ人なら知ってるようなあの地域を出していく。 っていうことですよね。あのそれがやっぱりあのやりやすい具体例かな。で、そういうわけでね、具体例って何なんですかっていうのは、自分の理由ですね。理由っていうのは主張ですよね。あのこ,うだこうなんですよって言ってることでしょう。だからこの主張をあの客観的に、例えばフィラデルフィアの人口みたいな、客観的にサポートしたりね、それから強調したりするための小話です。小話。まあ、例え話みたいなことでもいいですし。 あのというわけで、正当化する、ね、自分の主張を正当化する手段なんですね。これが具体例なんですね。だからあの、それさえできればね、自分の話がちゃんとサポートをさえできれば、あの全然あの、この中もそうですけど、when, when I was in Philadelphia とか言う必要は全然ないじゃないですかね。ねだから、全然あの自分の,あの経験を言う意味がないことは結構ありますよね。こんな数字とかで、ね、表されるようなときはね。 でね、ただねあの、さっき言ったように数字だけではちょっと難しい概念があります。で、これをね、ドーンと述べたときに、ああの、それは確かに私の場合もあのそうだったんですよね、みたいにして、あの自分のね、あの、 なんかこう自分が述べた概念、概念っていうのはこの、なんていうんだろうな、えーっと、主張っていうか理由ですよね、でこれを、ね、なんか追認する感じ、後からね、あのあのこれ、そういえばこういうことなんですよねとか、いう,ふうに後からこうあの言っていく。だからこれを 要するに、演劇的にね、あの、述べるんですね。で、それがね、個人の経験ですよね。例えばね、例としてね、あの考えたらいいのは、例えばね、あの、コンピュータゲーム。これはねあの、中毒性がね、あって、コンピュータゲームアディクティブ。でね、あの、学校生活に影響が出るんだっていうね、あの、アフェク s c h ー o l ーライフ。 っていうふうにあの、だからコンピューターゲームズはやらしちゃいけないみたいなね、あのそんな主張を例えばしたとしますよ、ねで。そしたらね、このね、中毒、コンピューターゲームズに中毒性があって、学校生活に影響が出るという概念を数字でなかなか難しいですよね。あの、 絶対やってはいけないこと言いますよ。絶対やってはいけないことは、ハーバード大学の研究によると 78.、78.5%の小学生がとか言うの絶対ダメですよ。あの <laughs> 絶対嘘だろってバレるから。ね あのバレるんで,あので、バレないように、あのジャーナルの何ページあたりにプロフェッサー誰々こうやって書いててとか言って、もうそんなこと書くことがまた面倒くさいじゃないですか。だから本当でも嘘でも、もう誰々の研究によればって、本当に良くないですね。だからあのあのそういうのが、ね、できないんですよ。でもね、バレずに自分の主張をサポートできる小話が 自分の経験談なんです。自分のフェンアイワズって言ったらもう誰も否定しようがないじゃないですか。自分のまあ給油じゃない限りね。だからやっぱりそれがやっぱり使えるっていうことなんですね。で、えっとでねあの中毒性があって学校生活に影響が出るっていうことであれば、あの例えば自分のね、あの何経験談としてあの、When I was a child, I got a computer game on my seventh birthday. From that day on, I played it for at least three hours a day after school. One day, my teacher asked my mother to see what was going on with me at home because I didn't focus on classes at all. Even before I knew it, I was so addicted to the computer game that I was always thinking about it. っていうことなんです。ここが、でイメージはね、ああ、私の場合、あのね、これ中毒性があって学校生活に影響であの、ね、出るんですよ、これ出るんですよ、私の時にこうだったんですよ、みたいな、そういう感じ。分かりますあの逆ダメなんです、逆はね、この、私はこういう経験をしました。だから、コンピューターゲームズは中毒性があって、学校生活に影響が出るのですっていうふうに、一般化、なかなかできないと思いません。 で,きないですよ、ね、あのいやそれはお前の経験だろみたいな感じになるのでねだから、ね、こういうのじゃない,ないんです。 もういきなりもうドーンと言っちゃうんです、これがもう基本ですとか言っちゃうんですよ、ね。で、演劇的にね、あのみんなに中毒性があって、みんなに影響が出るんです、あの確かに私の場合も確かに影響あったんですよっていうふうに書いていく、あとからこうあの追ってあの認めるっていうね、あのそんな感じですよね。で、これが、あのしかもこの数字でなかなかね、表せない中毒性みたいな、あのそういう時にやっぱり自分の経験っていうのが生きると。 いうことですねであのご質問ねいただいたところのあのなんていうのいつあの自分の経験をかけ自分の経験をかけっていうねあの時にあの時その時のねあの理由何書いてるかっていうのをちょっと見てみるといいと思いますでおそらくその時の理由はねあの数字とかでなかなか言えない理由なんじゃないかな さっきの,あの駅が混雑しているとかねあのそういうのじゃなくてあの例えばコンピューターゲームズは中毒性があるみたいないう,というような感じのことを書いてる。 だったら、え、どういうきっかけで、あの中毒性があるなんていう、あのことを言い出した、言い出したのかとかね。あの、いや、中毒性があるって言うんなら、なんか誰かのこう例とか知ってんじゃないの？とかね、あのいうことになるわけでしょ。だやっぱそこで自分の経験談ということになりますよね。あの、だから、あの自分の経験談を書かなければならないわけではない。だから、あのなければならないものもあるし、あの自分の経験談を書かねばならないものもあるし、書く必要のないものもあるし。も あるとそれは理由によるっていうことですね。要するに自分がどういう主張をしようかっていうことですね。でね、えっと、じゃあその,あの個人の経験が必要かどうかの見極めをちょっとしますね。で、えっと、まず意見としてね、あの学校っていうのはあの朝早く始める方がが、ね、いいのか、またはあのちょっとあの遅めに <laughs> あの始める方がいいのかっていう質問。 あの疑問、あっと質問で、えっと、問題でねで、それ意見でね、あの早い方がいいですっていうふうに言ったとしましょう。ね、で、あの今度、理由、主張ですよね。で、これがね、あの勉強とかね、義務的な、ね、ことをやるのは、あの朝が向いてるんですっていうふうに言ったとしましょう。ねでね、えっと、でサポート、もう当然だけど、サポートしないといけない、朝が向いてるとういうことなんですかみたいな、ね、ことになりますよね。で、とサポートしなきゃいけない。で、私は朝の3時間で脳の活動がピークに達するっていう話ね、聞いたことあるんですよ。 でこれを逃すと学生としてはもったいないです、えっと。歴史的な出来事とか、数学の公式とか、あの外国語の単語とかねあの、こういう時間帯が効率いいんだったら、ここにやっぱりそれ持ってこないと、ねあの、あえてずらす意味ないですよねみたいなことを言うわけです。これがあのあの理由っていうかねあの、まあ、サポートになりますよね。 でね、ここまで言ったら、この概念、これを数字ってなかなか難しいですよね。だったらやっぱり確かに私も学生の頃みたいなあのことを言って、あの個人の経験でを言っていくということですよね。いや、私も学生の頃ね、やっぱりあの数学がね、6時間目あると寝ましたよみたいな。 感じただねあの、えっと、1時間目だとね、うん、結構サクサクいけるんですよねとか、そういうことをう書くわけでしょ、ねで。それで確かに私もそうなんだだったけどあの、一般的に言って、これって正しいと思うんですよっていうことですよねあの。そんな感じになりますね。だからあのちょっとしたあのコツですけど、あの えっと、朝の3時間で脳の活動がピークに達するんですっていうふうに言って、ワンセンテンスね。で、言って、いきなり確かにとか持ってこないこと、あのこの間をやっぱりだい埋めとかないといけないんですねあの。自分の学生の頃の話をするにあたってあの、どういうことをこれから言うのかっていうのは前振りも含めてね、あの込みでねあの、ちょっと一般論しばらく述べとくっていうことです。いきなり、for example とかいうふうに出してくると、あのちょっとこう早すぎるなっていう感じ。あのまだこっち 読,む読み手の側がまだ心の準備ができないんですね。読み手はこ,のこれを逃すと学生としてはもったいないです、歴史的なとか、これ読みながらどういう具体,具体例が来るのか、だんだん心の準備をしているんですね。で、それで確かに私も学生の側は、はいはい、分かりましたみたいなあの感じになるんですね。だから心の準備の時間も必ず上げてくださいね、えー。この辺になりますね。でね、えっと、今度はね、朝ちょっと遅くに始まる方がいいです。 っていうね、あのちょっと意見にしましたよ。でそしたらその理由としてはね、あの社会全体が夜型化しているからね、学校もそれに合わせる方が社会生活がスムーズになりますっていうね、あの理由にしてみまた。で、その時にこう社会全体が夜型化しているからですとかね。えっとこれ っえっと、どんなふうに表すかですよね、またこれ数値的に難しいかもしれないですよね。なんだけど、この話って社会全体の話なんですね。で、例えばねサポートするときにも、もちろん、For example ですよ、コンビニ、当然夜遅くまでね、あの空いてますよ。ねで、大人たちはね、帰宅が遅いんですでもいいんですよ、大人の会社ね、フレックスなんですよ、遅くに始まるんですよ。 ね、であるいはあの部活やってるとね、遅くまでやってるから、帰ってね、宿題する時間ないんですね、大体ね、朝早く起きなきゃいけないから、早く寝ろとかいう話になるしね、とかって、いつ勉強しろって言うんですか、みたいなね、あるいはあの、いや、お店ね、大体10時ぐらい開くんだけど、なんで学校だけ7時半なんですかとかねあの、いう感じで、あのいろいろ、1、2、3、4とかね、あの結構で出るでしょ。 でこれで大体社会全体的に夜型化しているっていうのが大体ねこう構築されるわけですよ頭の中にね。でこの後とにねフェン・ア、え、イ、っと・ワズとかこれいらないですよね。 私はっていうのはいらないですよね。なんでかって言うと、これ、あの流れが社会全体の話をしているから、社会全体、こういうことなんです。これで社会全体なんです。でもうそうなったら、もうこれで十分サポートしたのでね、で、これで、えっと、もう個人の経験な、個人の経験、これ何書くんだろういらないですよね。だからもういらないんです。なしです。ね、であのもうか、仮になんか書くとしても部活がとか <laughs> いう感じですかね。あるいはあの、えっと、うちの会社はフレックスなんだけどみたいな感じかな。なんかわ分かんないけど、そういう。 だから自分の経験がもうほぼいらない、これで社会全体の話をしたからっていうことなんですね。逆に社会全体の話をし,しているのにあの、When I was a student とか、それはおかしいですよね。あのだからやっぱりあのその,あの見極めとしてはね、一体自分の主張、理由ですよね、が何なのかによりますよね。個人の経験によってサポートされるべきものなのか、あるいは、えっと、このジェネラルなね、あの 社会全体をディスクライブすることで、あのだからえっと、なんだろう、社会の,その夜型化していることがあの明らかになってくるのかっていう、ね、ことになりますよね。 それからあのもう一つですけど、あのよくあるね、プ r フ f ンスの問題ね、I prefer, which do you prefer っていうね、どっちが好きですかみたいな、これはもう個人の経験だけですよ、<laughs> だけしかないですよ。一般化とかする必要ないので、とすることができない問題なのでねあの、アイスクリームとラーメンはどっちが好きですかとか、そういうレベルなんで、もう自分が好きなことをずっと言っていくしかないですよねであの。いや、この間食べたラーメンがですね、みたいなことを言っていくしかないですよね。だから個人の趣味、思考、それが経験のみで答えていかない 一般論はもう全然あの通用しないですよね。一般的にこうだから私もとかいうことが言ってもいいけどあのでも自分はこうだから一般的には知りませんけど自分はこうですっていうことであのいいかな、ねえー、と思います。 はいえっと、というわけで、ね、今回は、まあ、スピーキング・ライティングで、ね、あのインディペンデント・タスクにおける具体例っていうのが、一体個人の経験とイコールなのかどうかっていう、ね、あのことなんですけど、具体例っていうのは、とにかく客観的なサポートなので、ね、あのできればあの数字があったり、ね、数字とかた例え話みたいなことであのサポートできれば、それに越したことはないです、ねあの。ただ、個人の経験があのないとうまくサポートできないようなことがあると。 いうことですねあの数字とかでは、ね、なかなか表現できないような概念とかがあ,のあると、その時に個人の経験を使う、ただその時にえっに、と、やっちゃいけないのは、自分はこういう経験をしました、だからこうなのだっていうのはなかなか言えないよと、えー、だからやっぱこうなんですっていうふうにズバっと言ってあの、ね確かにうん、確かに自分の時もそうでしたよみたいな、そういうノリであの書いていくと書きやすいかなと思いますね。であるるいいはあの今これ社会全体の話をしている で私はっていらないよねとかねやっぱ文脈自分が一体何書こうとしているのかっていうところであの必要なのかどうかを見極めていくっていうことになりますね具体例っていうのはどういうことなのかって話を分かりやすくする理解をちゃんとあの相手にあの完全に理解してもらう ということですねそれが具体例なんであの、必ず自分の経験を入れなきゃいけないかっていうわけでもないしあの、当然自分の経験があった方が分かりやすいこともあるし、自分の経験を入れることでよく分からなくなってしまうっていうことだってありうるということですよね。えー、その辺をあを考えて、一番大事な文脈を考えていくということですね。えー、そうやって、えっとまあ、対処していくといいかなと思います。えー、参考にしてください。